管理本部の水野副本部長さんに優先株について、お尋ねしたいと思います。水野さん、よろしくお願いいたします。優先株ですけれども、発行された時期とその後のご感想についてお願いいたします。はい、私ども2007年9月に、上場させていただきまして、おかげさまをもちまして、2年半ですね、今株価順調についておりますけれども、まあ、残念ながら認知度という意味ではまだまだかなというふうに思っております。一般個人投資家の方、優先株と聞きますと、まあ、若干不安視が頭によぎるんじゃないかと思うんですけど、この点水野さんいかがでございましょうか。我々今回の我々の優先株につきましては、従来、まあ、銀行さんがですね、今発行されているような従来型の優先株とはかなり違うという認識を持っています。まあ、特徴的にはですね、いわゆる上場型の非転換の優先株というふうな理解でございます。一般的には海外ではですね、だいたい時価総額のだいたい市場の 10% ぐらいは優先株が出ておりますので、伊藤園ではまだ唯一伊藤園だけでございます。なるほど。で、発行された意味合いと申しますか、これはどの辺にございますですか。まず一つはですね、株式のですね、いわゆる魅力という意味で、まあ、配当金とか残余財産とか、あといわゆる議決権等ございますけれども、まあ、個人の投資家の方々にはですね、まあ、いわゆる配当金であったり、あと残余財産請求権であったり、あとキャピタルゲインの方がメインの魅力ということで、それに特化した株式と、まあ、金融商品という意味合いを持たせていただいております。そうですか。まあ、そういう中で個人投資家の方にとって魅力、優先株の魅力ということについてぜひお願いしたいと思います。はい。まあ、一番大きいのはやはり、議決権の代わりにですね、まあ、配当金が高いと。普通株が38円でございますけれども、優先株では48円をお出しすると。かつ、普通株が仮に配当金がないという場合でも最低でも15円ほどお出しするという立て付けでございます。で、これはですね、今利回り的にはですね、今の株価で、計算しますとですね、大体 5.2% の利回りでございます。で、私ども社債の方ですね、まだ発行はしておりませんけれども、私の A プラスの格付けを取らせていただいております。まあ、これで言いますとですね、大体10年ものが 2% です。20年もので大体 3% の利回りでございますので、それに比較してもですね、5% 以上の利回りと非常に魅力的な金融商品ということが言えると思います。なるほど。ですから、今回ですね、ぜひとも新しい、金融商品としてですね、ご検討もしくは注目していただくと我々は嬉しいなというふうに考えております。はい。普通株には株主優待というのがついていると思うんですけど、優先株についてはいかがでございましょうか。はい。優先株につきましてもですね、普通株と同等にですね、優待を付けさせていただいています。従いまして、普通株あと優先株それぞれお持ちの方はですね、2ついただけるという形になっておりますので、ぜひともご注目いただければというふうに思っております。大変魅力のある商品ということですね。ありがとうございました。